どうも、PMF ワールド9ドライトです。さあ、本日は PMF クラフト、そろそろ最終章を迎えます。頑張りましょう。今日の参加者は楓丸さんです。どうも。どうも。どうも。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ本日はね、東京タワーを作っていこう。イエーイ。イエーイ。さあ、行きましょう。さあ。東京タワーですけど、ここは山口営業所なんで山口タワーで。ああ、OK です。はい、山口はね、海峡夢タワーですからちょっと違うんですよね。うん、うん、でも赤色です。赤色にしましょう。うん、まずブロックどうしますか？お、いろいろあるんだな。そういえばこういうのネザーウォートに、お、シュルカーボックスまで。シルカは違うな。あとこれもね、ありますね。おお、あとコンクリートもあるね。まっさらなやつ。東京タワーどうでしょうね。ちょっと鉄感もあった方がいいから、レッドストーンブロックかなって思う。うん、うん、やっぱりところどころちょっと違った色とか使う感じかな。羊毛とかっていうね。そうですね。うん、そういうことで、じゃあレッドストーンブロックでいきましょう。東京タワーですけど、画像を見ずにやっていきますか。そうですね。はい、白もいるかな。ところどころ鉄感がね、鉄ブロックを使っていくっていう。うん、なるほど。うん、では楓丸さん、まず大きさを決めましょう。うん、こんな感じなのちょっと狭いんだけどね、残りが。狭いか。どう？狭いと思う。伸ばした方がいいか。じゃあ、もう、でもね、ちょっとあと30マスぐらいしかないんだよね、実際。ああ。一回ここ壁破壊して作ってから壁もう一回やればいいんじゃないですか。うん、そうしよう。とりあえずこれぐらい削って、それじゃあ東京タワーを作っていこう。おう、大きさは端決めないと見出しちゃった。うん、あ、どう、うん、どうなんだ。東京タワーってどれぐらいの距離、ここまで、もうここからタワー入っちゃう。ちょっと狭いか。あ、でもこれぐらいしないと、もう結構こっちギリギリやからね。そうですね、うん、詰めた方がいいからこれぐらいにしようか。ここまでが通路的な感じで。ああ、なるほど。うん。PMF ワールド9。この黄色とかは何て？それはエスカレーターを作ってる時に作ったやつじゃない？うん、じゃあ壊して大丈夫。うん、そうそう、壊していいよ。よし。どうした？落ちた。落ちたか。じゃあちょっと大きさ決めとくね、その間に。はい。どれぐらいにしようかな。タワーだからな、これぐらいにしとくかな。20ぐらいいっちゃおうかな。 20×20 大きいかな。20いいじゃないですか。8、9、10、11、12、20、これぐらいか。こんな大きさかな。四角にするとこんな感じで、多分円になると思うから、また狭くなると思いますですね。うん、はい、これぐらいの大きさですね。タワーの大きさ、タワーの広さか、大きさというか。20だと真ん中、あ、偶数になるのか。奇数の方がいいのか。奇数の方が良さそう。おお、じゃあこう1個伸ばせばいいのか、こうやって。よし、これが 21×21 ですね。ねえ、真ん中
この辺かな。本当に？わ。真ん中を調べるが21の半分ってどんどん10か11か。そうだ、合ってる、すごい。これど真ん中だったらすごくないですか。すごいよ。お、1、2、3、4、5、さあ合ってる、すげえ。さすが、ナイスじゃ、ナイスじゃ。ここが真ん中、そういうことで。でこれを円にするわけですよね。そうですね。円だとどうなるんだ。円の作り方がちょっと分かんないんだよな俺。ピープルメイキングザファンワールドナイン。1、2、3、4、5、待てよ、すごい適当にやってるけど。こうか、さあ、あ、これいけるんじゃないかな。あ、ダメだった、足りんかった。あ、でもそれ大丈夫ですよ多分。こいける、あ、いけるね。どうこの大きさ、ちょっと内側になっちゃったけど。19×19 影響ない。これぐらいの大きさで OK ってことになる。いいんじゃないですかね。じゃあこれでいこうか。じゃあ作っちゃいましょう。これはい、円を取り出して作っといて、あとで色変えていこう。お、来た来た。東京タワーって待てよ。ちょっと待った、東京タワー、まあ円は円だけど多分こんな感じじゃない。あ、こうやって下の方だっけみたいな、あ、こんな感じで端からこうちょっと円じゃないのな、よう考えたら円もあるかもしんないけど、あ、こんな感じだったような気がする。足が こんな感じだよね多分。あー、ちょっとこれは違うけど、こんな感じじゃない？こうやってこう支えられてるみたいなね。そう、支えてから橋の伸ばすみたいな。うん、かな。そうそう、支えられてる部分まず作んないと。うん、4つカードはカード、こういう感じだよ。おお、俺頭いい。アドリブでやるからね、難しい。難しいね。まあ、この円は残すとして、お、あ、いいねいいねいいね。途中で角度を変えないとね。そうだね。うん。1、2、3、4、まあ、5個までやった。あ、なんかそれっぽくなってる。うん、でしょ？でもちょっとこれ内側入りすぎじゃないですか今。四角白いとこから見ると。そうだね。ちょっとだんだん内側に入ってくる。こうなんていうの、こう。反比例するような形だよね。こうギュインって、うん。今からギュインってなるはずないけど、ギュインをどうやって作ろう。ギュイン難しいね。難しいねこれ。どうしよう、ギュインは5からいこうか。このこっから、それちょっとそんな感じか。うん、2マスずつにしていけばギュインってなりますね。なると思う。うん。あ、なってる。ギュイン。ギュインいいね。こっからよね。こんな感じ？おお、ギュインだギュイン。来た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 。じゃあこっからもっとギュインした方がいいかな。3マスずついっちゃう。じゃないともうちょっともうすぐ頂点来ちゃいますね。そう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 。PMF ワールドナイン。ギュイーン、うん、この中でこの街の中で一番高くしたくないですかこれ。うん、したいね。この調子だともう少しで頂点来ちゃう。うん、来ちゃうね。もっとギュイーンにします。いや、こういや
ここの辺で真ん中に展望台を作っちゃう。あ、早いな。まだ展望できません。ここ展望できないね。じゃあここで5つぐらいいっちゃう。ギュイン5つ、ギュイン5つ、ね、さあギュイン5ついこう。おお、やばいな。でもギュイになってる、ギュイになってる。おおおお、いいねいいねいいね、いいね、ギュイになってるよ。やばいな、まあ、展望台はまあ大丈夫か。あそこは膨らんでいいからさ。そうですね。うん、これもしかして最初が悪いのかな。最初5回も普通にやっちゃった。そう、最初5回か。ちょっと変えよう、ちょっと変更。さ、もう最初から2マスとかいった方がいいかもしれない。いや3かな、うん、3でいく。3いってますか。でも後から増やせば普通にギューンってなると。じゃあ2か。最初に2使って222222でいってみよう。最初222、最初から2いっちゃおう。222でいこう。で3、もう3いっちゃう。最高か。なら2223でいこう。333、はい。どう、結構離れてる。うん、あ、いいかもしれないね。じゃあ次、これはもうどんどん伸ばしていかないと。そうだね、5いこっか。ギュインの形はもうできましたね、これね、うん、これで大丈夫と思う。ギュイン、おー、ギュイン、いいね。うん、一番高くするんだったら10か。ここで10やってみますか。とりあえず10やってみよう。どうかな。お、どうだ、ちょっと離れてみよう。すごいギュインだ。でもこれか、でもこんな感じかですね、うん、ここが一番高いんですよね、この茶色の。そう、それ後で屋上遊園地の観覧車にする予定。観覧車はね、そこにつけようかと。